ついにワクチン供給開始。A 製薬大手アストラゼネカは21日、A オックスフォード大と開発を進める新型コロナウイルスのワクチンの供給を9月から始めると発表した。少なくとも4億回分の契約を結んだという。今年から来年にかけて10億回分を生産できる能力を確保したとしている。欧州メディアによると、3億回分は米国、1億回分は英国に供給する見通し。今後、ワクチンを世界各国に広く行き渡らせることが新型コロナウイルスの感染収束に向けた課題となりそうだ。アストラゼネカは米生物医学先端研究開発局、バルダ、から10億ドル、約1080億円、以上の支援を受けたことを明らかにした。共同記事から抜粋。そもそもワクチンには3種類の製法があり、ワクチンは、感染の原因となるウイルスや細菌を元に作られています。成分の違いから、大きく生ワクチン、不活化ワクチン、トキソイドに分けられます。生ワクチンは、病原体となるウイルスや細菌の毒性を弱めて病原性をなくしたものを原材料として作られます。不活性化ワクチンは、病原体となるウイルスや細菌の感染する能力を失わせた、不活化、殺菌、ものを原材料として作られます。トキソイドは、病原体となる細菌が作る毒素だけを取り出し、毒性をなくして作られます。生ワクチンは人間の免疫力に抗体の作り方などを長期間記憶させることで病原体から体を守る効果があります。活性化ワクチンとトキソイドは長期の効能はなく毎年変異続けるインフルエンザなどに使用されます。また、ホメオパシーという考え方の医学にも使われます。イギリスが開発したワクチンがどういう種類のワクチンでどこまでの効果を得られるかは、期待が膨らみますね。COVID-19 に感染してもすでに存在する自分自身の抗体で、重篤化しなかった症例はかなり多くあります。この場合自己免疫力が弱ってしまうと、再度陽性になり、重篤化する危険もありますので、有効なワクチンができるのを待たなければ COVID-19 を封じ込めることはできません。とはいえウイルスの活動は未だに世界各地で猛威を振るっており、日本国内は一旦沈静化しているように見えていても、いつどこで感染拡大が再び起こるかは予想できません。ここまでのお話でキーポイントになる部分は、未だに完全なワクチンの供給が始まっていないことと、世界各地では感染拡大が続いていること、多くの人間は、すでに体内にある抗体がウイルスを倒して回復していること、または感染はしたけれども無症状で収束した人々も多数いることです。我々は、後半部分の2つのことについて発酵食品、すなわち酵素の働きと健康的で清潔な生活を営んでいることが大きく関与していると考察しております。日本では、日々の食生活で免疫力を高める食品、発酵食品の摂取量が増加したニュースがあったのはご記憶にも新しいことでしょう。ただ、発酵食品に含まれる酵素は複数種類ございます。以下に、毎日バランスよく酵素を体内に取り入れるのかが重要なポイントになると思います。我々、エコロジーサービスの販売する起源酵素は、1日 30cc 飲むだけで十分な酵素を取り入れることのできる、奇跡の天然酵素水です。起源酵素は、11種類の天然素材と霊峰富士の地下から湧き出たきめ細やかな湧き水で作られており、体に害をなす材料や添加物は一切使用しておりません。最後に、皆様にとってもお得なキャンペーンをお伝えできることになりました。昨年末より、全国販売を開始した記念として全商品 30% オフのスペシャルプライスにて、現在販売しております。よろしかったらこのお得な期間に、起源酵素をお試しください。よろしくお願いいたします。お問い合わせは、エコロジーサービス電話 092-407-3604 までよろしくお願いいたします。チャンネル概要欄にリンク貼り付けておりますので、ご興味のある方は、ホームページも覗いてみてくださいね。この動画にご興味があれば、チャンネル登録と高評価をつけていただけると、励みになりますのでよろしくお願いいたします。